私と一緒に麻雀打とう。強くて楽しい麻雀を。はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬春役の前田香織です。はい、ということで、今ツージャンセルの収録を終えました。ありがとうございます。いやね、本当にいろんなボイス撮らせていただいたんですけども、なんか私自身ね、やっぱチュートリアルボイスだったり撮っていくにつれて、なんかこう麻雀のなんかルール改めてこう自分の中で整理することもできたし、なんかそういう意味ではやっぱ初心者の方にもすごく分かりやすい内容にもなってると思いますし、またね、ヒロインたちが本当に個性豊かで、みんな可愛くて、ね、だから麻雀も自身も楽しんでもらえるけれど、このツージャンセルならではのやっぱ楽しみ方だったりとかがすごくあると思うので、いろんな角度から皆さんに楽しんでもらえるゲームになるかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして今回のカウントダウンボイスはトークテーマをリレー形式で次の役者さんへつないでいくというものらしいんですけども、今回は初回ということで、アークさんからお題をいただいております。お題はこちらです。印象に残っている麻雀エピソード。なるほど。まあそうですね、私やっぱり麻雀やっぱ始めたての時とか、まあ、今でもね勉強中のところはもちろんあるんですけども、臨シャン解放にすごい、まあ、憧れというか、まあ、いつかなんかやってみたいなみたいなところがありまして、文字面とかもなんか可愛くてかっこいいじゃないですか。そうだから家で一人でもうひたすら最後にもうツボって言ってこう手をね上から下に上げてはーってこう振り下ろすというか、そういう、ね、練習をねなんか一時期家で一人でやってたんですけども、まだね揃えれたことがないんですよね。だからね、いつかもし揃えることができたら記念にその写真撮って、なんか運気上がりそうなんで待ち受けとかにしたいなっていう風に思っております。はい、といった感じでございますね。そして、こちら次の、演者さんへのお題ということでですね、次の方が小清水さんなんですけれども、小清水さんに質問でございます。もし、なんか好きな麻雀の役とかありましたら、ぜひ教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。はい、ということでツージャンセル発売まであと5日でございます。皆さんぜひお楽しみに。いっぱいプレイしてねー。